よし、やっていきましょう。脱出ゲームってことで、2、3年前かな?多分そんぐらい前だと思うんですけど、以前単発動画でね、こちらの動画上げたことがあるんですけど、すごくね、中途半端なところで終わらしちゃった記憶があるんで、今回はね、最後まで、やってみたいなってことで、再びダウンロードしてきました。はい、やっていきましょう。このゲームを作られる作者さんが、ホラーゲームを作られる人なんだけど、結構なんかお笑いというか、なんかパロディネタとかなんかいろいろ仕込んでくる、笑いに走るゲームを作られる方なんで、そんな怖くないと思う、多分。脱出ゲーム。プレイしたものをゲームの中に引きずり込んでしまうという、なんともテンプレに満ち溢れた呪いのゲームだ。もうなんかここの文章からしてもすでにおかしいでしょ。なんともじゃねえな。引きずり込んでしまうという呪いのゲームだでいいんだけど、ここの途中の文章から溢れ出る、もうおふざけ感が出てるよね。情報の出どこもネットの掲示板からで、正直まやつばものだと思っていた。うん。あ、ちなみに記憶はほぼほぼないです。はい。ちょろっとやったと思うんだけど、全然記憶ねえ。なんで、まあ、初見ですね。9割9分クリーン、初見なんで、よろしくお願いします。呪いなんてあるわけがない。そんな軽い気持ちでゲームを起動した俺はすぐにそれを後悔することになるのだった。なるほど。なんかやべもうクトゥルフいない。この部屋クトゥルフいない。あとなんか左にもなんかやべえ植物生えてない。マリアって読むのかこれは。そんなわけで今話題の呪いのゲームをやるわよ。どんなわけなんでしょうね。すいません、ちょっと何言ってるかわかんないです。察しが悪いわね。その眼鏡は何のためにかけてるのよ。いや、目が悪いからかけてるだけで、別に眼鏡イコール天才ではないですからね。いや、おう、彼岸島を思い出すな。また彼岸島かよって。お前は、なんか動画、こと動画撮るごとに彼岸島をなんかネタに出すけどって思うかもしれないけど、いや、あるんだって。なんか、眼鏡かけてるキャラ、西山だっけ?あいつ、見ての通り頭がいいやつだとか言って、眼鏡かけてるやつイコール頭がいいみたいな。そういう風潮あるよね。実際これちょっとね、真っ向から俺否定したい派なんですけど、いや身の回りになんかメガネかけていくのは話になんねえぐらい頭悪いやついるからさ。英語が絶望的にできなくて、1月2月をワンムーンツームーンと言い始める男だからね。まず大前提として、私たちは何に所属してるの。オカルト研究部です。先輩が部長で部員は俺一人だけで、なんで部として成立しているかわからない部活です。もうそれ同好会じゃね。そう、私たちはオカルト研究部。古今東西あらゆるオカルト情報を集めて実践するのが私たちの使命なの。もうなんかこいつらがいなくなったら廃部になるね、これ漏れなく。あ、人数はスルーなんですね。その活動方針に基づいて情報収集をした結果、とあるゲームを見つけたってわけよ。あ、なるほど、オカルト的ななんかあれだからクトゥルフがいると。いや、なんでクトゥルフがいるか関係ねえか。 Exactly。 その名も脱出ゲーム。プレイした人間をゲームの中に引きずり込むらしいわ。なんでもそのゲームをクリアしないと永遠に出られないとかなんとか。 SAO みたいですね。どこぞの黒のイッキリ剣士が参加してそう。何よその顔は。何か文句でもあるの。いや別に、ただどこでその情報を手に入れたのかなと思いましてね。某掲示板とだって結局は、あ、2ちゃんあたり、まあ今4ちゃんか。あ、察し。そんな目に見るもんじゃないわよ。いいからさっさとやるわよ。アグレッシブですね。こういう一見うさんくさいものも確認するのが我らがオカルト研究部なんだか。なるほど。あ、動ける。トリマセーブしよっか。記録。あ、オッケー、できるね。はいはいはい。37,564円。皆殺し。めっちゃ語呂合わせしとるやんけ。うっそうですね。旧型のコピー機だ。インクが切れてるのでただのガラクタとかしている。あ、なんかさ、最近知ったんだけどさ、コピー機ってさすげえ不便だよね。なんか一つインクが切れただけでさ、いやそのインク絶対印刷するのに使わねえだろっていうのになんか印刷してくんないんだよね、生意気にも。部長が町内会の福引きで当てた巨大なぬいぐるみかよこれ。正気度が減りそうになる。正気度が減るというか、ぶっちゃけモノホンだったら一発でお前ら死ぬんだけどな。発狂しながら死ぬぞ。
部長がゴミ捨て場から拾ってきた謎のオブジェだ。たまに動いているような気がして気持ちが悪い。動いたね今。俺は見たよ。俺は見たぞ。ピクって動いたよ。オカルト関係の本が並べられている。うん。夕日が差し込んでいる。結構遅くまでやってんだね。もうこいつも部員でいいんじゃない？いや、いや、食ってる、フッター軍。いや、いや、食ってる、フッター軍。はーい。やりましょう、じゃあ。お。なんか OS 古くね、これ。これ XP ぐらいの、XP だよね、これね、多分ね。なんか見た感じ。ゴミ箱。エッチな画像。自然とカーソルがこっちに行くと。あんた物質の PC に何入れてんのよ。すいません、出来心なんです。仕込みだろ、お前それ。エッチはエッチでもヘルの方を見せてやろうかしら。高橋邦子じゃねえかよ。エッチはエッチでもヘルの方を見せてやろう。お、高橋邦子のネタを使ってくるとは。いや、マイナーすぎて分かる人にしか分かんねえ。何これ。川越が生んだ奇才を。いやー、ちょっと、懐かしいな。ちょっと最近音沙汰ないけど、また新作上げてほしい。ちょっと皆さん、なんか、あれね。新作上げてくれればいいんだけどね。ニコニコの方にも。カチカチ。早くね。速攻値2コマ。あ！クトゥルフいなくなってる。代わりになんか左のあれがうねうね動いてる。一体何が起こったんだ。ただごとじゃねえよ。ここは物質だけど、なんでこんなボロボロなんだ。確かうさんくさい呪いのゲームをやって。部長はどこにいるじゃん、そこに。部長起きてください。あと5時間がっつり寝とるやん。俺の平均睡眠時間より寝とるやん。どんだけ寝る気ないですか。いいから早く起きてくださいよ。なんか様子がおかしいんですって。もう何をうるさいわね。で、あら、何をここ。物質にしては随分とボロっちいけども。覚えてないんですか。俺たちは脱出ゲームっていう呪いのゲームをやろうとして変な手に引きずり込まれたんですよ。あれ手だったんだ。そういえばそうだったわね。ってことはここはもしかしてゲームの中。俺たちが二人揃って同じ夢を見てるのでないならそういうことになりますね。まさか本当に呪いのゲームだったとは。結構冷静だな、お前ら。こんな超常的な現象が起きてるのに。なんでもないよ。それよりも、もしここがゲームの中なら脱出する方法を探さないと。なんか、すげえ冷静じゃない？淡々としてない？普通こんなことになったらパニックになるんだ、一回くらいは。ないわよ。だから今それを探すんじゃない。今からそれを探すんじゃない。脱出ゲームと、治ってんだったら、必ずここから出る方法があるはずよ。二つに一つ。私が仲間になった。選択権がね、いやもう何も言わない。あ、もう始まってんすか。こいつ動くぞ。ねえ、クトゥルフどこ行った。ノーリアクションっすか。薄汚れた本が所狭しと並べられている。大丈夫、なんかネクロノミコンとかありそうじゃない。外は真っ暗で何も見えない。死って書いてる。死って書いてる。暗くねー。くるら、これじゃ何も見えないじゃない。多分視聴者も同じこと言ってると思う。俺これかろうじてゲーム画面だからさ、うっすら見えてるけど、これ多分動画化したらえれーぐらい暗くなってるよ。多分スマホで見てる人はマジで何も見えないと思う。なんだお前。なんだね、君たちは。こっちのセリフだよ。いや、あんたこそ誰よ。もしかしてお前が俺たちをゲームの中に閉じ込めた犯人か。僕はお化け。あ、取ってつけたように言うなよ。驚かせる気あんのかそれ。むしろ可愛い部類よね。うん。
うん、やっぱり怖くないか、精進せねばならんな。うん、ね、あんたこ、そんなことよりもさ、ここはどっか知ってんの？脱出の方法とかあったら教えてほしいんだけど。説明を聞きますか？聞かなくても進行に影響はありませんが、初見ではいは推奨です。はい、わかりました。ここはゲームの中だ。脱出ゲームってやつだね。だから脱出したいなら謎を解いて出るしかないね。やっぱりゲームの中なんか、にわかには信じがたいですね、部長。まあでもこんな間の抜けた幽霊が目の前にいたら信じるしかないんじゃない？現実ではありえないわけだし。そしてこの世界は少しバグってるみたいだね。本来通れるはずの場所が通れなかったり、一見通れなさそうな場所が通れたりするんだ。はあ、まあつまり何でもありと。男は度胸、何でも試してみるといいよ。うほ、いい男。なんかこの人ホモネタ好きだよね、このゲームの作者さん。まあでも今クソミソセクニックとか知ってる人いるの？ぶっちゃけ今あれだもんね、もうみんな陰夢が主流だもんな。パンツレスリングとかさ、ねえ、クソミソテクニックとかもうなんか過去の遺産になっちゃってるよな。あとは何かしらフラグが立つと、いやもうめたいな。地形が変わったり改めてイベントが発生する場合もあるから要注意ぞ、ナムシ。なんかえらくめんどくさそうね。ケイチ、ここはあんたの出番よ。メガネの本領発揮しなさい。出た、メガネイコール頭いいやつ。てかお前ケイチって言うんだ。そうだよね、確かさ、このゲームの過去作、あのクラウンズパビリオンだっけ、なんか3ぐらいまでシリーズ出てたような気がするけど、あ、なんかね今あれなんだよね、非公開になってんだよね。確かね、日暮らしのキャラクターをモチーフにしてんだよね。モチーフというか丸パクリだったけど。ただここは脱出ゲームを、は脱出ゲームでもホラーをテーマにしてるらしいよ。いいね、がぜんやる気が出るよ。僕みたいに驚かすだけならまだしも、出会った瞬間にエラブックロシアだっていうおっかない即死のやつもいるから気をつけるんだ。急にコマンドぶち込んできたね。ちょっと突っ込みたい部分もあったけど、とりあえず一筋縄でいかないってわけね。あ、マリアってもしかしてあれか、ウミネコの方か。なるほど。あれでしょ、あの後ろ宮、後ろ宮なんだっけ、後ろミロじゃな、なんだっけ、名字忘れたわ。ごめん、俺ね日暮らしはねがっつり見たんだけどね、ウミネコまだ見たことないんだよね。自分もう帰っていいっすかね。うん、帰れるんだったら帰りたいけど。部長にバカって言われた、死にたい。どんだけバカなんだよ部長。とりあえず僕が説明できるのはこれくらいだね。うん、少なくとも黒幕ではないから安心したまえ。まあ君たちも大変だと思うが頑張りたまえよ。そうそう、君たちにはこれをあげよう。なんかお前口調変わってない？懐中電灯、お、ありがてえ。うん、なるほど。あえて読まなかったんですけど、ちゃんと解説してくれて嬉しいです。あ、そんなわけで脱出ゲームの始まりと行きましょうか。地獄の入り口から出たんですけど入り口から出たんですけど、出口じゃね、どっちかっていうと。ファック、すごいね、死っていうなんか言葉をここまでありありとなんか伝えてくるホラーゲームもなかなかないよね。やんわり表現するのとかはあるけどさ、こっちにも死って書いてあるしね。どんだけ死んでほしいんでしょうか。ここまでなんか露骨に表されると逆に、これなんていうの、嵐、こっち何、舞、火がこうこうと燃えている。こうこうとってこうやって書くんだ。へえ。あれだよね、電気がこうこうとついてるの、こうこうとは多分字違うよね。どうでもいいですけど。チカチカしてる。なんか夜中に見るさ、なんかこういうさ、何、非常口のライトってすごく安心しない？なんか緑のライトってすげえ安心するんだよ。逆になんかね、待って、これなんかの動画でも言ったなこれなんか別の動画でも言ったぞ。なんかさ、あの非常灯とかのさ、赤いランプとか夜中に見るとすげえ不安な気持ちになるんだけど、緑のランプって逆に安心するんだよなっていう話を全く同じ内容で多分なんかの動画で言った記憶があるんですけど、覚えてないんで。あ、トイレがある。
ノーリアクションかよ。明らかにおかしいだろ、こんなところにトイレがあるって。これなんだ、あ、学校か。そっかそっか、部室にいたんだもんね。モチーフはそれ学校だよな。まあどうせ出れないでしょうけども、一応お約束ということで。鍵がかかってる。うん、鍵を見つけなきゃいけないのかしら。でもここ以外行くとこなかったですよ。そう、まだ左側見てないんだけどね。あの可愛らしいお化けちゃんの言うことを信じるなら、もしかしたらこれでフラグが立ってどっかに変わってるかもしれないわ。そうだな。お、そうだな。はーい。もう一回っていうか、俺の中ではまだなんかいたね、今。なんかいたよね、今。ナチュラルになんか通り過ぎたけど。こっち側も行ける。あ、明るい。ちょっと待って、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 待って。もうなんかすげえ、矢印が。さあ、ここに行けと言わんばかりに。指し示してんだけど、校長室。鍵穴にはローが詰まっている。誰だよ、入れたの。すげえな。それは斬新だな。今まで数々こういうゲームやってきたけどさ、鍵穴にローが詰まってるっていう、それはなかったぞ。なんもないのかな。すごいね。本当にバグってんね、いろいろ。特に何もなしと。おかしくない？俺こっちから出たはずなんだけど、これもバグってんの？わかんない。仕様なのか演出、仕様なのかガチのバグなのかよくわからない。多分仕様だと思うな。え、なんもなくね？一回戻ってみるか。こっちが少なくともこっち側にはね、特になんもなかった気がする。フラグが立ったって言うんだったら、一旦戻ってみるのも。あれ？こんなんだったっけ？あれ？ちょっと待って、俺の記憶が、あ、イェーイ、合法的に入れる。あー、クマちゃんかわいいね。どうせ燃やされるか、ぶち殺されるか、どっちかでしょ？ホラーゲームにおけるね、クマちゃんはね、中からね、鍵を取り出すためのね、所詮は道具に過ぎない。アンモニア臭がする。そりゃそうでしょうね。アンモニア臭がする。いや、やべえだろ。ここやばいだろ。これもやばいだろ。便器の上に血生臭いケーキが置いてある。便所飯ならぬ便所デザートかしら。何それ、嫌すぎる。実際便所飯ってガチでやってる人いんのか。もう俺の中ではもう都市伝説の一つなんだけどな。はい、鍵かかってる。鍵かかってる。俺だって調べてんだよっていう心の叫びがどうやら通じたようですね。入ります。鍵が落ちてる。うわー、保健室の鍵なんとなく臭い気がする。そりゃそうだよな。キャーケイチったらイッケメー。でもバッチリから触らないでね。手と鍵を洗いたい。一応そこ水流れないの？どう？よかったね。さすがにこっから血が出てくるとか、それぐらいはなんかいろいろ覚悟してたんだけど。一応男子トイレも入る。なんかあんま気が進まないけど。いや、それは女子トイレと男子トイレって言われたら、それはみんな女子トイレ選ぶよね。これはもう共通認識というか、人類の当たり前の一つだと思うんだけど。なんかくすげえ暗くなった。うん、ん？なんか何かを調べるごとに配置とか変わってる、もしかして。そういうわけではない。つうか、あの骨がすげえ気になる。何の骨だよ。何の骨これ。なんかあれ思い出すな、あの恐竜キングの DS の昔やってたやつ。化石こうやって掘るんだけどさ、あのすげえ楽しかった。あの化石掘りだとかっていうゲームやってたんだけどね、子供ながらに、あのゲームのね、あのゲームたちを通してなんかすごく化石とか恐竜に詳しくなった記憶ある。あれだよね、虫キングとか恐竜キングを通じてさ、恐竜とか虫に詳しくなるっていうのは、多分男子が誰しもが子供の時は通る道の一つだと思うんだけど。虫キングとかさ、あ、なんか通れる。久々になんかね、この間ゲーセン行ってみたのよ。すっごいなんか何年かぶりぐらいに。
そしたらなんかね、すげえなんかリニューアルしたデータカード出すとかだかなんだか知らないけど、なんか虫キングがあってさ、あれこれ俺らが知ってる虫キングじゃんと思って、あなんかどうしたんだろう、俺ら向けに新しくなんか出されたのかね。プレイはしなかったんだけど、今度やってみようかな。なんもねえじゃんなんかいけそうでいけないところが多いな。いけそうなんだけどいけない。まあ普通に矢印が指し示す通りこっちに行きますか。1年の女子生徒が保健室の鍵を、ああそうですね、うん、鍵を勝手に持っていくことは固く禁じられています。規則を破った女子生徒は見せしめに処刑しました。北朝鮮かなんかか、ここは鍵を開けた。あここ保健室、おお、なんでもありねこれもうあれだな、常識にとらわれない方がいいね。うん、なんかここ通れねえだろうって思ってても普通に通れちゃうから、あんま常識に縛られない方がいい。 HOPTHE H クラスカクイ、うん、わかんない、後回し後回し。うわなんか上行きそうだな。とりあえずはい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 、水平リーベイ僕の船、七曲がりシックスじゃないんだっけ、クラークかーみたいな感じの全く覚えてねこれな。俺必死こいて覚えたんだけどな、元素記号な。記号番号だよね多分ね。てかさ、あそうだ、俺ダッシュ機能使ってねえなさっきから。はいはいはい、ティッシュの裏箱コーナー、あーなんて待って、ゲーム消えた、ゲーム消えた、録画止まってないよね。オッケー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 、はいはいはい、いきまーす。 HOPTHE オッケー。そもそも元素記号を覚えたところで何になるんだよっていう、そう子供ながらに当時は思ってたけど、まさに今それを実感してる。マジで何の意味があんねこれHH 場所はどこ、水素だよね確か。これ1どこの番、左上のさ元素番号でいいんだよね普通にね、ここ普通にでいいよね、そのままストレートにいっちゃっていいよね。で O が酸素で8番、18、PT ってなんだ、 PT って何、あった78番、白金、あこれプラチナか、プラチナの PT なんだ。いやそういうわけなのか、そうなのか、その PT なの。78で HE が確かね、ヘリウムだっけ、あれヘリウムだよね、ヘリウムどこ、あった2番、来た12187 82、うん、あれこれ5桁だった、合ってる、あ合ってるね、よかった。なんかこういうゲームってだいたい4桁のパスワード求めてくるから、あれだよね、5桁ってなかなかないよね。782、よし、結構シンプルというか簡単めでよかった。職員室の鍵、校舎2階。はーい。ちなみに、階段は、なんもないと。はーい。行きましょう。なんか動いたね。まあまあまあ、2階に行きます。こっち、だって、結局行き止まりだったんだよね。じゃあ2階行こうか。なんだあのモアイは。なんでモアイがあるんだよ。フラグが立つまで通行禁止モアイ。さあどっから突っ込もうかとりあえずこの色とりどりのモアイがいることに対して俺は突っ込ませていただく。なるほどちょっと一個一個コメントが違うんだね。これあれだね、見ざる聞かざる言わざるって、日光の東照宮のあれを
イメージというか丸パクリしてますね。またトイレかよ。いやじゃねこのトイレすっげすけやん。なんで鉄格子にした、憩いの場。おいまさか。いやでもね、過去作にあったからね。ない、マジで。最近男子生徒が青いつなぎを着たいい男に掘られるという事件が多発しています。先日も1階の女子トイレを使用した男子生徒が掘られ切れ死になりました。私そういうの嫌いじゃないから腐ってんの、あんた腐ってんの。腐ってるね。え、なんもないの、なんもないんすか。はぁ、あ、男子トイレと女子トイレ繋がっちゃってんだ。はぁ、バグってるから。なるほど。あれ、安倍さんイベントないんだ。このゲームのね、あの作者さんの作るシリーズに絶対安倍さん出てくるんだけどね。やらないかって。ガチな音声垂れ流したからね。火がこうこうと燃えている。いや、そのこうこうと燃えてる火が動いてることに対して突っ込めよ。よろしく。テンション高いね。あ、職員室ここか。おーおーおお、なんかいろいろ光ってるけど、とりあえずとりあえずまずは記録。日記帳がある、読みましょう。最近職員室から勝手に鍵を取っていくカス生徒が増えているお前自分しか読まないからって好き勝手言ってんじゃねえよ。管理が甘いせいだと校長に叱られた。生徒もムカつくが、あのハゲ校長もムカつくのでいつか殺す。とりあえず鍵の保管庫は、パスワード式のロックをかけた。これで持っていきまい、ざまあみろ。が肝心の俺が分からなくなったら本末転倒だから、メモだけでも残しておこう。どうせ見られても俺以外には分かるまい。ちゃんと解説してくれると。スマホが電卓画面でフリーズしてる。なんか意味ありげに置いてあるわね。これで謎解きしろって。パスワードってこれかな。あー、数字じゃないんだね今回はね。パスワードだから、まあそりゃそうか。ご丁寧に音も流れると。パスわかんねえんだけど。そもそもなんかヒントになるもんあった？なんか入力はかな、かな、英数で変わる。あー、そんなもん標語にして他の教師は納得をするのか。え、なんか他にあるはずなんだよな。なんもない。あっち側に行きたいが、こいつが邪魔で行けない。なんか他にない。え、数字が羅列されてる。あー、なるほど。1,2,3,4,5 5桁。待ってね、もう一回見して。 1,2,3,4,5 そうだね。ってことは、なんだろう、スマホ画面とりあえず開いてみるか。いいよ。スマホの何、電卓って言ってた。はいはいはい。スマホが開かれるっていうことはキーボードではない。741 2369 2369。あ、ちょっと待って、気づいたかもしんねえ。741 23、待ってね、これ1個目だからまだ確信が持てない。でもなんか大体これで合ってる気がする。741 23 69
まあ、もしパソコンで見てる方いたら手持ちのあのスマホでちょっと一緒に確認してみて、多分大多数の人はスマホで見てるから不可能だと思うけど、2個目147147147、はいはい147536914、5369、うん、来た。これね、あのね、それぞれの数字をたどっていくとね、アルファベットが浮かび上がってくるの。例えば今の1個目の7412369っていうのを、あの電卓の、数字の順番で、そのまま数字の順番にたどっていくと U になるのよ。で今のやつは N になるの。だから次のやつも214721472147214789638963、これ O だな、これ O だ、741、これなんだ、これちょっと止まるんだよね、このチョンっていうので、うのちょ待て待て、あの最後の数字だけ入力するな、あの真ん中がちょっと分かんない、147147 5369、これ一緒だね、これ一緒だ、だこれ N になるわ。はい、で問題はね4つ目なんだよね741 789 789 456 456 456 123、あー E だこれ、なるほど、なんか複雑な、ここだけなんか複雑な謎解きがあるのかと思ったけど、そういうわけでもなかった。うの園って何ちょっと、よくわかんない。なんか、そこに意味はあるのかわからないけど、とりあえず入力しましょうか。かな。こういうことか。なるほど、アルファベットの入力で合ってるんだ、じゃあ。別に単語ってわけではないと。ただの、英語の羅列。これでいいんじゃない？よし、来た。鍵の束。束ってことは、なんか結構鍵がいっぱいついてるってことか。やったね、ケイちゃん。行ける場所が増えるよ。おい、バカやめろ。よし。まあなんか時間いい感じ、なんか動いた時間いい感じなんで、まあとりあえず、パート1はここで終わろうかなと思います。そうね、なんか要所要所でやっぱこういうネタ挟んでくるゲームなんで割となんかそんなにホラー度は高くないかなっていう、はい、まあ面白いですね結構ツッコミどころが多くて楽しいです。